はい、どうもこんにちは、アジです。ということで、ちょっと今ね、夜中に緊急で撮影してるんで静かめにやってくるんですけど、プロスピでさ、そのカーソルがめちゃめちゃラグいとか、あとは嫉妬がめっちゃ出るっていうさ状況起きてるじゃん。それがね、もしかしたら治るかもしれないっていうのがあって、まずね、ツイッターでいろいろ流れてたこのモデル解像度、これを低画質にするといいっていうのがあったんですけど、これはね多分関係ないように思います。これ変えてもね、なんか多くの人があまり変わんないっていうのを言ってたんで、まあ、ここじゃなくて、まずは端末の設定をしてください。で、一番下の方行くとプロスピエースっていうのがあるんで、これを押します。で、リソースの修復っていうのがあるんで、これをオンにするんですけど、プロスピをね、先にタスクキルしてからこれオンにして、もう一回プロスピを開いてください。で、そこで注意なんですけど、プロスピの引き継ぎ ID とか、あとは設定とかが戻っちゃう可能性があるんで、そこはメモとか、しっかり管理してからこのリソースの修復を行ってください。これをやるとね、どうなるかというと、プロスピ開くとダウンロードが、始まるようになります。はい、これですね、今だと 626MB の更新データ OK をします。結構時間から、これ264個のダウンロードのなんかがあるんで、まあ多分5分10分とか回線によると思うんですけど、結構時間がかかります。はい、で今終わりました。5分ぐらいかな、ちょっとわかんないけど、一応ね、これで設定が戻ってるかどうかわかるのは、リーグオーダーとかも何でもいいんですけど、オーダーメニューからチーム方針、ここが変わってたら多分設定がいろいろ戻ってるんで、例えば各種設定の試合設定とかいつも通りか、全部確認してみてください。今回変わってないっぽいっすね。これは大丈夫っぽいな。次の日なんですけど、検証の方法としてはね、打撃練習行ってもらって、まずはね、これね、カーソル真ん中で触って、細かく上下に動かしてみてください。この時に、まあ、カーソルが少しでも遅れてきてたら、治ってないですね。で、僕今次の日でこうやってやってるんですけど、全然治ってないんで、まあ僕の端末では意味がなかったっていう結果になっちゃいました。全然遅れてきてるもんな。一応ね、動画の方のやつも載せておくんですけど、わかると思うんだよね、そのなんか遅れが。だからこれで治ったって方はおそらくね、まあ勘違いだと思うんだよな。いや、わかんない。まあそれでね、治った方もいるとは思うんで、まあやる価値はあるとは思うんですけど。あとは僕の見解としてはですね、結構ツイッター見てたら、アプデで投打のバランスの調整っていうのがあって、それなんじゃないかって話もあったんですけど、まあ見る感じではそういう調整は書いてないんですよ、ここに。ほぼね、全部特殊能力の変更だから、ないんですよ。あるとしたら、その野球エンジンの変更で、なんだ、守備 AI が変わるとかぐらいだから、これだけを見ると、まあ不具合なのかなと思います。なんですけど、不具合情報でまだ上がってきてないんですよ。これだけ騒がれてたら、速攻でコナミはね、不具合情報出すんで、いつも。ってことは、使用の可能性は、こっちの不具合情報の意味ではあると思います。だからもうどっちか分かんない状況なんですよ。もう続報を待ちましょう、これは。はい、もうしょうがないんで、コナミが書いてくれるしかないんで、使用なら使用で、そんな使用なら使用でやばいのが、そのサイレント修正されてるってことなんだよな。これはもうね、ずっと数年前から言ってるんですけど、なんか変更があったら全部僕は書いてほしいんですよ。ほんとね、サイレント修正結構あるからさ、守備もそうだし、もろもろね、結構サイレント修正されてるものがあるんで、マジで全部書いてください。で、さらにね、ちょっと編集してて話し忘れたことがあって、さらに撮影してるんですけど、今回のそのリソース修復っていうのは、直接コナミに問い合わせて、コナミからリソースの修復をしてくださいっていう風に言われた情報を僕が見て、今回この動画作ってるんですよね。なので、そこだけを見たら仕様じゃないっていう風な言い方ができるんですよ。で、あと調整についてはですね、その打つ方としては、まあなんか遅れてくるとか、まあいろんな調整があるなっていうのはまあわかるんですけど、投げる方ですよね。そのさ、ベストピッチっていうのは多分まあ60分の1でいいのかな、それをビタッと合わせてベスピになるっていうのが、確定項目じゃないですか。それがなんかおかしくなるっていうのはちょっとなんか変だなと思うんですよね。打つ方と違って正解があるってことなんで、それはまあやっぱり不具合っすよね。一応そこだけ話したくて、ちょっとプラスで話させてもらいました。はい、じゃあランク戦いきますか。昨日の映像なんですが、バッティングもね、投げる方も結構やばいというか、治ってるか治ってないか分かんない状況でやってて、打つ方はやっぱりこうなんか違和感が消えてないっていうのはすごく分かると思うし、投げる方も結構やばかったですね。そのさ、だいたい60分の1とかそれぐらいで、そのズレを判別していかないといけないんで、結構分かりにくかったんですけど、もし今の状況が仕様だとしたら、こういう風になるよっていう映像になってると思うんで、まあちょっと見ていただければなと思います。ということで、いきましょう。まあ、大体1試合やればね、分かるっしょ、こういうのは。ベスピじゃないけど、まあまあまあ感覚的にはね、そんなにおかしくないかなっていう。ベスピね、うん、どうなんだろう。ベスピ OKOK、 これなんとか OKOK、 ベスピいい感じ。
ジャイロスプリット上から落とします。ゲッツーになって惜しいスプリットです。でもね、若干なんかベスピの感覚早い。まあツーシーム、あー失投出ちゃったな。あれ待って、いやーもう分かんないわ。沼にはまるよなこういうの。どっちか分かんなくなったらさ、確証がなさすぎてな。うん、失投出たっていうのがちょっとな、普段失投ね普通にやったら出ないからさ。すいませんマジで分からん。これあのね、みんなの意見がないとちょっと僕も撮影してると余計になんかね分かんなくなってきちゃう部分があるんで、ちょっとみんなの意見も欲しいですね。あーベスピじゃないな。あでも、あ治ってる治ってる、あんおうおうおう治ってんじゃない。あ動いてるよ。はい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 。でもカーソルのこのね、なんか遅くなる感じはあんまないような気はする。でもどうなんだろうな。違和感がないってことはまあいつも通りってことなんだよな。そんなさ、1日はそこらで慣れるもんじゃないからさ、多分治ってると思う。まあ、いわゆるバグみたいな感じの感覚だったら、早い感じだったんだよね。なんで、押すのも早くしないといけなかったって感じなんですけど、今その感じがないからギリギリで、ああごめんなさい、わからないっす。リソースの修復は、まあ、やっても損はないとは思うので、細かく動かした時、でも振り遅れてるここ。いや自分のなんかただの振り遅れと信じたい今のは、マジで。昨日の動画はさ、相当違和感がエグかったからさ。でも今のさ、キュッと動かした感じだったらカーソルなんかついてきてない感じはあるな。どうよこれ、どうなの今のスラーブね。引っ張った感覚だったんだけど、あーボール、いやー今のは意識してたから、まあ、さっき振り遅れたからね。だからまあ反応はできましたけど、はいはいはい、いやもう疑いの目でしかさ見ることが今できないから、自分のミスなのかどうなのか分かんないっす。ちょっと早めの感覚でベスピになるなこれは。いやーここまでみんなさ騒いでるから、ちょっと仕様にしても不具合にしてもちょっとコナミ何かお知らせ出してほしいですね。仕様なら仕様でまあ慣れるしかないからね。ああナイスホームラン。遅れてる感じすんな。でもなめっちゃ狙い撃ち。もうさ、自分の感覚とさすり合わせていく作業がすごく難しいですねこれ。でもなんかカーソル遅れてる今一瞬、ボール半個分ぐらいずれてた感覚と今。自分のミスだっていう方がこれ嬉しいんだよな今。わお真正面。とりあえず、今これ2戦目でさ、2024シリーズのね、負けたらまずいですね。振り遅れてんなこのね。横変化でどう合わせられるか、まあ、フォークとかもそうなんですけど、ビタッと合うかな。あでもこれ遅いぞカーソル、やっぱり遅くね今の見た感じ。ちょ見ててよみんな、このいや見ててよってのも分かんねえのか、手の動きもそうか分かんねえもんな。ちょっとやっぱちげえこれ、治ってねえわすいませんけど。まあやる価値はあると思うんだよな、リソースの修復。ほらなんか遅せえもん。って言ってさ、違った時やばいよね、治ってた時ね。いやーちょっと分かんなかったですけど、みんなのコメント欄次第ですね
はい、そこで決まると思います。でもう一回その注意事項なんですが、リソースの修復をする際にはプロスピの引き継ぎ ID とか設定をしっかりとメモしたりとか、ちゃんと保管してから、やるようにしてください。あとは端末の違いっすよね。 iPad の人はですね結構みんなおかしいって言うんですけど、 iPhone とか Android の方でおかしいって感じてる方がもしいたら、まあリソースの修復一応やってみてコメントをくださればなと思います。そこでねちょっと情報を集めたいんで、はい、まあ、あとはコナミ早めにどっちかっていうのも、なんかお知らせか不具合情報でも何でもいいんで出してください。はい、めっちゃ困りますこれ。よろしくお願いします。ということで G でした。お疲れ様でした。